ダニエル・リカルドは、2023年の F1 グリッドからの欠場後、アルファタウリでの復帰が決まり、ニック・デ・フリースの代役として起用された。リカルドは、マクラーレンでの、困難な2シーズンを終え、一時は、1年間のスポーツ離れを予定していたが、ハンガリー GP での復帰が決まった。手の骨折や数レースの欠場を経て、メキシコシティ GP で、4位と7位の好成績を収め、復帰を成功させた。リカルドは、 2023年のシーズンが始まる前に復帰を考えていたが、冒険的な戦略への批判もあった。彼は休暇を取り、自らの気持ちや復帰への本当の欲望を探りながら、時間をかけて経験を積んでいった。最終的にアブダビでのインタビューで、復帰が成功率に進んでいることを振り返り、2024年以降の展望について語った。リカルドは、アルファタウリでの復帰に満足し、2024年にはブランド変更される同チームで。 角田裕ゆと、再びパートナーを組むことになる。彼は、チームが今後も成長し、若手ドライバーだけでなく、経験豊富なドライバーとしての役割を果たすことに興奮している。将来的には、ミッドフィールドの先頭で戦い、ポイントを獲得することが目標であると述べ、その中で、自分の役割に充実感を感じていると語っている。最後に、リカルドは、勝利を追い求めるのではなく、 スポーツに対する純粋な喜びと満足感に焦点を当てており、結果に依存しないポジティブなアプローチを強調している。彼は、再び、F1 の舞台で、最高のパフォーマンスを発揮し、将来的には、レッドブルでの復帰を目指していることを示唆している。コメント、自分でもいいなと思うコメントができていないので、コメントは遠慮してと思っていますが、リカルドについては言いたいことが、いっぱいありますね。そもそも、シーズンの半分しか出ていなくて、 そのうち、手の骨折でさらに休み、大した成績も残せてない、上記の予選4位、決勝7位も、角田選手は、最後尾からのスタートの2、2024年には、彼は、チームが今後も成長し、若手ドライバーだけでなく、経験豊富なドライバーとしての役割を果たすことに興奮している。などとイケシャーシャーと語る人間性に、嫌悪感を感じます。レーサーは、速さや順位が全てだと思っていますが、リカルドは、 勝利を追い求めるのではなく、スポーツに対する純粋な喜びと満足感に焦点を当てておりとコメントするところに何を考えているんだろうと思います。仮にペルスに代わり、いい成績でなくとも勝利を追い求めるのではなくといえば、ホーナーも素晴らしいと言うんですかね。リカルドが、現在のような状況でレッドブルに上がるようなことがあれば、個人的には F1 も終わりだと思います。これも F1 ではありますが、速さ、順位を競うのではなく、 スポーツに対する純粋な喜びと満足感とかエンジニアとしてチームに貢献などと言い出したら見る価値はほとんどなくなると思いますが。